5月1日2013年その後の決勝へ今年のグループステージ突破へつながったタイでの勝利今年2022年の AFC チャンピオンズリーグ ACL もグループステージを勝ち抜くことができたコロナ禍により3年前から導入された集中開催というレッツが初めてのレギュレーション中2日の6連戦という滅多にない日程と J リーーグよりもはるるかに影響ののあるホームアンダーウェイの特徴が出ない大会方式だった。レッズが最初に出場した2007年2008年の ACL と5年のブランクを置いて再び出場し始めた2013年からの ACL とでは大会方式がだいぶ変わっていたまた出場チームのレベルというより意気込みが非常に向上していたレッズは2013年15年 グループステージ敗退の経験を生かして2016年、17年、19年と出場3大会連続でグループステージを突破したセントラル方式になった今回突破できなかったというのではまたそこから出直しかよと少しため息をつきたくなってしまっただろうこの方式が来年以降も続くのかどうかはわからないが ACL ラウンド16出場の流れは 2年のブランクががあっっても途切れれさせなかったそれが何よりだレッツが初めて ACL グループステージ敗退という悔しさを味わった2013年高い勉強代を払ったと言ってもいいがその2013年のグループステージ最終戦が行われたのが8年前の今日だ2013年5月1日水曜日浦和レッズはタイ・バンコクのサンダードーム・スタジアムでムアントン・ユナイテッドと ACL グループステージ第6戦を行い1対0で勝利したレッズは3勝1分け2敗でグループステージを終了勝ち点10を獲得したが同じ勝ち点で並ぶ韓国のチョンボク・ヒュンデ・モーターズを対戦成績で下回り3位にラウンド16に進めなかった何度か書いているがこの年は初戦のアウェー広州高台戦で ACL が質的に大きく変化していることに衝撃を受けたその後甲州にはホームで勝ちムアントンにもホームで解消したがチョンボクには一分けいっぱいだった第5戦を終えてレッツは勝ち点7甲州は10でチョンボクは9最終戦でレッツが勝って勝ち点10になれば甲州対チョンボク戦の結果により2位に追いなれる可能性はある まず杭州がチョンボクに勝った場合これは勝ち点でチョンボクを上回る。チョンボクが杭州に勝った場合は杭州と勝ち点10で並ぶから特殊点差勝負になり杭州が大敗してレッツが大勝すればこの可能性はある。杭州とチョンボクが引き分けた場合はチョンボクと勝ち点10で並んで特殊点差勝負になりレッツが5点差で勝てばいい。 この方が可能性は高いではないのだ ACA のレギュレーションでは勝ち点が同じ場合当該チームの対戦成績が優先されそれは勝敗得点数アウェーゴール差まで比べられる今は日本の J リーグカップでもそういう規定になったが当時は勝ち点の次はグループ全体の得失点差という認識だったから2013年はその違いになかなか気づかなかった 恥ずかしい話だが初めて出場した2007年から同じ規定だったのにあの時は勝ち点だけでグループステージ突破の可否が決まる状況だったのでそこを気にしていなかったのだ第5戦を終えて第6戦の場合分けをさっきのようにしている時それをメディア仲間に指摘されはと間抜けな声を出してしまったレッズは公州と一勝一敗だが得点でに下回っており チョンボクとは分け一この2チームと勝ち点で並んだ場合いずれもレッズは上回れないことが決まっているのだ最終戦は同時刻開催甲州がチョンボクに勝ってほしいがそんなことを祈っても仕方がないとにかくレッズは勝つしかない特殊点差は関係ないのだからシンプルといえばシンプルだ初めて訪れるタイ 暑さはどうう。だだっただろうあまり気になった記憶はないスタジアム周辺のにぎわいには驚いたもうラウンド16進出の望みはないムアントンだがサンダードームスタジアムにはかなりの人が来場していた1万5,000人のスタジアムに7,000人以上なのだから消化試合とは思えないタイのサッカー人気を示すものなのかもしやウラワレッズってタイでも人気なのか ビジターサポーターの場所はゴール裏ではなくバックスタンドこの日も相当数の列サポーターが詰めかけていたこの年の大型連休は3連休と3連休に分かれこの日はその狭間である3連続平日の真ん中だったのだが最スタでの第2戦ではムアントンに4対1と圧勝しているがそれと同じには考えられない。 ホームのの後押しを受けて強くなるのはレッズはない。レッツはその特権を最大に活用しているだけだこの試合も前半は0対0負けるとは思えないがこのままでは何が起こるかわからないなそう思って迎えた後半の48分コーナーキックのこぼれから那須大輔がゴール頭ではなく足だった 後半は暑さによる疲労が心配されたし負傷者による交代もあって気が気ではなかったがそのまま1対0で勝利しただが選手たちの反応からグループステージ突破はならなかったことが伺えたレッツサポーターは最後まで可能性を求めて戦った選手たちに拍手とコールを送ったあのムアントンでのコールがその後の ACL 優勝につながっているし 今年のグループステージ突破の源流になっているような気がする今回同じタイでもバンコクからさらに遠いブリーラムで戦ったサポーターに心から敬意を表しますさて皆さんは2013年5月1日何をして何を感じていましたかこの内容はウェブサービスノートにも掲載していますこの日に関する他の方の投稿も読むことができます ぜひノートにアクセスして、ハッシュタグあの日の私たちで検索してください。皆さんの投稿をお待ちしています。瀬尾淳がお送りしました。それではまた明日。